みんな待たせたね。思わずミュージックウキウキするよハート。 So music that makes I feel like that、Everyone ハームしゃべっているよ、しゃべる。 Come on 2、4、6、5、3。 その通り、言葉がメロディーにほら変わってゆくよ。 Have I never ever、歩けばハイク、ミシュの歌歌いたくなるのは、戦う者の自由を勝ち取るため、立ち上がる必死に生きる、その意味考えろ。なぜ君たちは今ここにいる？なぜ小畑さんを笑う？なぜ食べる？なぜ悩む？なぜ生きる？なぜ歌う？スコーは君だけの人生、スコーは君だけのメロディー、目指せショーストッパー、カーテンコールはスタンディングオーベーション。気持ちを歌に乗せよう、どこまでも広がる、それがミュージカル。君という人生をかけてメロディーを紐解けば全てが変わる。この学校の席に君が座れば幕は上がる、特別な時間。スコーアウミュージカルハイスコー、すっごく素敵な効果ですね。ありがとう。僕もさ、こうやってさ、学校がさ開校したことが本当に嬉しくて感動しています。台本通りっていう、作品ではないので、本当に何が飛び出すかわからない状態で、なんか今ちょっとホッとしておりますけれども、まあ、大変だったところはやっぱそういうところですかね。個性を出してけみたいな、趣旨で、私普段あんまり個性がないので、皆さんめちゃくちゃ個性豊かで、これについていけるのだろうかみたいな気持ちがまだあるんですけど。
そうですね、まあ、先生が、アキー先生と坂健先生がアドリブで、じゃあこんなのやってみてっていうのが稽古場で毎回違ったので、で、何でも対応できるっていう気持ち、勇気を持っておはようございます、タイルっていうこの感じが今回より強かったですね。皆さんの良さが合わさるところを探すという作業が結構大変だったのかなとは思いますけれども、まあ僕は芸人なりに、芸人の良さが出せてるんじゃないかなと思ってます。日頃から舞台とかミュージカルで活躍されてる本当にプロの方の皆さんが本当に支えてくださって、ずっと頼ってました。英語の歌詞が全くわからなくてですね、もうなんか普通の歌を覚えるより大変でした。みんなで作り上げていく、ここはこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかとか、いろいろとみんなでその台本のに書かれている以外のことをすごく埋めていくという作業がすごく楽しくて面白かったです。僕たちミュージカル4人で出るの初めてなので、ものすごい緊張してたんですけど、まあ、その中でも僕ら自身の、まあ、スタイルとか東京力車っていうものを出せるように頑張れたんじゃないかなと思います。本当に中川先生には感謝しております。ありがとうございました。ここまで授業やってきましたけども、はい、皆さんの感性にこのミュージカルの素晴らしさが少しでも触れていてくれたら嬉しく思います。そうです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に2日間4ステージそれぞれに私たち のミュージカルへの思いが伝わっていたら幸いに思います。また皆さんと元気に再会できる日を心から楽しみにしております。それではせーの、めまた会いましょう皆さん。気持ちを歌に乗せよう、どこまでも広がる、それがミュージカル。君と行く人生をかけてメロディーを紐解けば全てが変わる。幕は上がる特別ラジオ。